前に受け継がれた。王の力手に入れたのかノクト。さすが主人公だな。歴代王の力を秘めた武器をファントムソードと言います。ほう。ノクティス専用装備で HP を消費して攻撃します。あーなるほど。はいはいはい。 HP を犠牲にしながら強力な攻撃ができるんだ。これこの武器を。へえ。どこ装備ノクトどっかある。ファントムソード、あった。剣王の剣、剣剣なってる。防壁を立て都を守った王の証。なるほどね。歴代の王ってことは14代目ってこと。これからお前たちは、王家の力を集める旅に出るんだ。王家の力。まずはこの近くにある、もう一つの墓所を目指すといい。近くに墓所あるんだ。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。ああなるほど。しばらくは俺も旅に同行しよう。将軍来てくれんの。お前たちの実力も確認しておきたい。マジで嬉しい。王家の力って、仲間増えたじゃん。墓所に祀られた武器は13あるとき。13？ だが、ちょ、多くない？ているものは少ない。13巡るの？ものについては、今、ハンターの力を借りて探している。なるほど。じゃあこれから行くのは、ヒカトリーク残壕跡。壕の奥に墓所の存在が確認されている。なるほど。将軍ちょっとさ、今レガリアいっぱいだからさ、トランクの中乗っててよ。ね、ライトをつけた方がいい。おライトつけて。そうですね。でさ、俺らがピンチになったらトランクから飛び出して助けてくれるみたいな。そういうのどうすか将軍。ちょっとねレガリアね、席がいっぱいなんすよね。悪いけど4人乗りなんだよねこのレガリアね。悪いな伸びたな、な悪いなコルタな。うわ敵来た敵来た。めっちゃ敵来た。将軍もバトってくれんのもしかして。いやまあでもあんだけ強キャラ集出してんだから。おおめっちゃ、あ戦ってるじゃん将軍。将軍将軍刀なんだ。めっちゃ偉そう将軍。まあ将軍だもんな。毎日鍛錬するといい。はい頑張ります。平安時代でいうとこの坂の上の田村麻呂だもんな。いやそりゃ偉いよ。とりあえずレガリア。将軍さ、魚と肉だとどっちが好きっすか将軍。あ将軍引っかかってる。将軍大丈夫か。誰か助けてやれ。あれ落ち着けノクト。そっちじゃない。いや違う違う違う、ちょっと一旦戻りたいんだって。どこ行くんだよ。そっちじゃないでしょ。ちょめっちゃ怒るじゃん。違う将軍と一緒にさ俺、これもしかして行けないの。ちょ将軍と一緒に俺ご飯食べたいのに、キャンプしたいのに。将軍とほら将軍向こう側行ってるじゃん。いや将軍向こう側行ってるじゃん。いや将軍俺らとキャンプしたそうじゃん向こう側行って。もういいぐ、もういいよ。じゃあ反対側か。将軍と一緒にキャンプしたりなんか釣りしたりなんかトランプしたりしたかったね。将軍ね、将軍一緒に大富豪しましょうよ。将軍一緒にスピードしましょうよ。将軍ね、スピードダン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 ってやりましょうよ。やっぱこれあれ帝国とバトルになる展開。いるぞねいるぞね。めっちゃ撃ってきてる。余裕なんだ。イグニスめっちゃ舐めてんな帝国兵のこと。あいる。そんな岩の上に。おおおお、ちょっと待って俺ら強くね。なんかこの前のやつらの方が全然強いんだけど。おーめっちゃ撃ってきてる。マップシュート、マップシュートで、マップチケチケ、くそ危ね危ね。マップシュートして、これめっちゃ奇獣に正面から向かってるぞ。あこれ操作できるよしかも。おー何これ、アンチャーテッドみたいになってるけど。これ撃って使っていいってこと。あまたヒゲ剃り船来てるじゃん。好きだねこの船帝国軍。おーめっちゃ降りてきた。当たってる当たってる、これ当たってる。あー当たってる当たってる。いやこれ普通に剣で切った方が強いぞ多分。あー壊れた。ちょっと将軍、将軍ちゃんと戦ってるかこれ。将軍、まあ、な将軍はどこ。将軍いる。もらったー言うてる将軍。倒した将軍。あ将軍いるわ。
将軍本当今戦ってました？ちょっと本当は将軍戦ってなかったんじゃないですか？戦ってくださいよ。戦わないとディオラスの胸板で2時間ジョリジョリの刑ですよ。顔面胸板ジョリジョリの刑ですよ将軍。王子命令で。あ、キカトリーク残酷跡だ。目的地着いた。ハイエリクサ結構アイテム落ちてるな。あ、この上にもアイテムがある。取りたい取りたい。回り込んだらいいのか。こっちから回り込める。この奥に墓所があるんだっけ。よっしゃ行くか。将軍も一緒だし心強い。あ、何王子。え、どこ。将軍この鍵を。もういなくなっちゃうの。自分たちで動く。ちょっと帰んないでよ将軍。一緒に洞窟探索しましょうよ。将軍は帝国の動きが気になる。将軍、お前たちは一緒にご飯食べるって約束したじゃないですか。腕が鳴るぜ。将軍気をつけてな。最後に思い出にイグニスのメガネに指紋つけて帰ってくださいよ。ねえイグニス、指紋つけてほしいよな。将軍帰っちゃったな。な、見て。え、扉が。何ここって何なんだろう。それよりこの土のうの量見て。暮らしてたの。戦火から逃れてかもしれない。ふーん、ふーんの味で早くない？若干かぶってなかった。プロンプト。この土のうの数見て見て見て。おいおい、グラディオラスこれ全部食べろお前。王子命令だ、王家の命令だもん。パワハラ、この世界にもパワハラとかあるのかな。まあいいや。なんだろう、コードこっちに伸びてる。何と繋がっているんだろうな。イグニス興味津々かお前。コードに発電機。あ、なんかある。そうみたいだな。発電機かな。エンジンかかんない。あ、かかった。明かりがついた。よかったよかった。え、これだけのためにあんのこれ。え、こっち側はなんかあるんじゃないの。言ってないけど。天井。あ、違うのか。崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。そうかな。大丈夫かな。結構頑丈そうに見えるけどな。え、こっち？こっち？あ、なんか落ちてる。なんだ？拾う。電解コンデンサ。よく電解コンデンサって分かったな、あの子。パッと見て。何？すまん、関係ちまった。おい、ディオラスこら！心臓てめえ、土のう36個食え、お前は。さっきんとこ戻って。関係った罰だ、お前。気をつけて、もう、ディオラス。あ、なんか落ちてるよ、ここ。え？おお！え、なになになに？天井崩れそうになったの。ここで死にたくないな。危ねえ。何にするのは予想。うん。墓所まで行ってさっさと帰ろうぜ。なんかすげえ入り組んでるな、ここ。お、開いた。キー。立て付け悪いね。いや、なんか出そう。え、漏れる？曲がり。残酷の外で出すよ。ビビりすぎだ。めっちゃビビってるじゃん、プロンプト。こんなビビりキャラだったっけ、お前。お前、カメラキャラにしろなんか、キャラ付けが急なんだよ、プロンプト。ちょっと思いつきでキャラ付けするのやめてくれる？何？今の見た？何？なんか、走ってて。見えたか？コル将軍じゃね？逃げんじゃないんだ！コル将軍じゃない？寂しくなって戻ってきたんだよ。あ、開かないみてえだぜ。なんだよ、そのステップ、グラディオラス。開かねえみてえだぜ、ダンスやめろ。だいぶ来たなぁ。こっちから行けそう。なんかいそうだな。なんかいそう。コル将軍いそう。陰で隠れて、わーとか、びっくりしてびっくりしたみたいな。やられそう、コル将軍。そういうお茶目なとこあるからなぁ、将軍は。あ、マジで将軍戻ってこないかなぁ。将軍と一緒に写真撮りたかったなぁ、最後。思い出プリ撮りたかったなぁ。あ、なんか出そう。え、ボスじゃないこれ。めっちゃ広い。あぁ、なになになに、うわ、でっか。歩けに、え、ボスじゃないこれ。うわぁ、なんでその動き。おぉおぉおぉ、なんかバリバリしてる、バリバリしてる。うわぁ、危ねぇ。初めてのボス戦だなぁ。頑張れよ。痛い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 。めっちゃ痛い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 。もう、どうすんのこれ。ガード、ディオラス頑張れ、ディオラス。うわぁ、しかも誰か、ノクトがピンチだ。
助けて助けて、誰か助けて。じゃあ体験やめろや、体験やめろ。あ、ありがとうプロンプト、顔を覗き込んでくれてありがとう。ポーションノクテに使って、よし、とりあえず、ああ、ちょっと地道に地道にやっていくしかないな。あ、マップシフトできる、よし、マップシフトして様子見つつ攻撃するみたいな、こういう感じ。よし、エイグニス大丈夫、メガネ拭いて、一旦メガネ外して拭いて。おお、あの、うわあ、ちょっと変なところで止まっちゃったノブト。ごめん、ちょっととりあえずポーション使ってイグニス、狭いから気をつけて。よし、使ってイグニス回復して、ああ、エビ反りの状態で一時停止するのは辛いよなノブトな。じゃあまた、あ、助けて、ありがとう、よかった、ありがとう。ちょっと回復したい、ノブトじゃない、グラディオラスか、グラディオラスがだいぶ回復した。よし、頑張れよお前ら、よっ。いや、まあなんとかなりそうだな、回復アイテム使いまくればまあそのまま。おー、よし、倒したか、終わった、やった、まあ、結構あっけなかったな。終わった、なんで2回言ったんだ、終わった。お、ここっぽくない、来た、修羅王の墓所、修羅王めっちゃ怖そう、鍵かかってるんだね。お、自動ドア、ちょっとだけ入ってく、こんにちは。おお、あったあった、棺やったぞー、武器を取る。あー、なんだろうこれ、斧、杖、斧っぽく見えるけど、あー、こんな感じで集めていくのか。それにしても13って多くない？ 13、 あー、エグザイルより多いんじゃない13は。今エグザイル何人いるのか知らないけど、イエーイ、やったねノクト、ここまで来たか、あったね、よし。昔の王様の力なんだよね。そうだね、ああ、うん、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。ノクトの父ちゃんの墓もあるんだ。おい、言い方、おい、グラディオラス今の不経済じゃない、使ってみてどう、うん、てめえどの食わせるぞお前マジで。見え張って無理はすんなよ、使いこなしていくのはこれからだ。グラディオラス、あとで56食えよ、どの。出れたー、よかった。おお、何、着信か、よく着信入るな。はいはい、データが、あ、将軍、ちょっとどこいるの将軍、今からカラカン行くからおいでよ。え、うん、帝国軍が基地を作ろうとしている、基地、ほうほう、封鎖線として機能する前に潰せ。え、潰す、西への道が閉ざされ将軍、るところではなくなるぞ、将軍、俺らのことテロリストかなんかだと思ってない、詳しいことは簡単に言ってくれるよな、潰せなんて、帝国の基地を潰せってさ、いや、無茶ぶりすぎるだろう。集落に行くぞ、ああ、もうノリノリじゃん。いや、まあ、お、親父殺されてるからな、お父ちゃんな。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな、あったっけ、うん、なんかヤバそうなやつか、あったっけ、あれを潰すとなると大仕事だぜ、うん、いや、テロリスト、テロリストだよもう完全に。できると見越しての依頼だと思う、うん、まずは話を聞いてみよう。わかった、だな、ちょ、お前ら引っかか、引っかかるね、よく、うん、集落、集落ってあのデイブがいたとき、お、何、何、え、あ、なんかいる、え、クワール、ちょ、レベルがめっちゃ高いんだけど、こいつ情報が足りない、え、ノクト、頼めるか、め、レベル30とかあるけど、え、いけんのこれ、クワール、え、めっちゃ強そう、とりあえずやってみるか、わかった、あ、ダメだ、全然体力が減らない、おお、おお、メガネ、大丈夫か、え、ちょちょちょ、逃げた、うわー、あー、助けて助けて、めっちゃ食われてる、ま、ありがとうディオラス、間に合った、ちょっとこれ逃げた方がいいんじゃない、え、これ逃げよう逃げよう逃げよう、やばそう、いや、やばいってこれ、逃げろ逃げろ、え、大丈夫、あー、めっちゃディオラス、あー、パーティーが壊滅してる、逃げろー、あー、グラー、いやー、もうそいつのグラディオラスの肉をあげるわ、あー、しょうがない、もうグラディオラスあげる、あ、逃げ切れた、よかった、グラディオラスいいやつだったな。あ、イグニス無事だったか、あ、プロンプトも、うん、
あとでグラディオラスの墓作ろうな、みんなで。あ、すいません。あ、モニカ、モニカ。お待ちしておりました。はい。将軍から話は聞いております。姿勢いいね、モニカ。これが基地の内側へと続く道です。はい、詳しくは地図をご確認ください。戦闘ばっからな。比較的ちょっと休みたいんだけど、安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。本当か。なんかモニカ喋り方がカカカカフしてるな。比較的安全と思われるってカカフしてるなんかねえ。毎度どうも。おお、一家団らんですか。いいですね。お母さん腰つきセクシーですね。え、僕、あ、僕ね、あの3人、見えます？あの3人とね、旅してるんすよね。王子なんすけどね。王子なんすけどね。いやー。なんか適当にクエスト受けるか、この辺で。なんだ、頑張ってきてくれ。オッケー、任せとけ。緊急食材調達、ガルラの肉。ガルラってなんだろうな。そんなモンスターいたっけ？ガルラ。うおー！おい、イグニス！お前グラディオラスの上には乗るなってあれほど言っただろ。なんだその顔は。もう見たからな。お前グラディオラス大丈夫か。いじめられてるのは言えよちゃんと。なんだよ今の。あ、王子シドニー。え、真っ暗だよ、画面真っ暗だよ、全然出てないよ。おい、あ、そこ座ってるんだ。休憩してるの王子。休憩してるの。また何かお使いか。この服なんとかしろ。そういうつもりじゃなかったけど。せめてその前閉めなさい。いんだろ。どういうつもりなんだこいつ。だけど何しに仕事来てるんだ。今日はちょっと仕事。これから外に行こうかと思って。何しに行くの。面白いものを見つけたって情報もらったんだ。なかなか手に入らないワックス。ワックス？メガリアに使えそうだから。ああ、車用のワックスか。なら。この4人が毎日使ってそうなワックスじゃなくてね。メガリアに使うんだろ。あ、取りに行ってくれるの。そのつもり。優しいじゃん、ノクテオ。ノクテオ。優しいじゃん。お願いしようかな。谷間見せつけてくるよね。何なんだよ。ノクトもチラチラ見てるくせに興味ないふりするよね。陰キャ特有の女に興味ないアピするよね。なんか言えよ。落ちてるのを探して拾ってくる。華麗なるレガリア。指定の場所。そうなるな。感動。それ最初はシドニーがやってくれるつもりだったんでしょ。俺頑張ろう。何なんだプロンプトって。シドニーのこと好きなの。よくわかんないけど。ワックスか。でもねほらよく見たらね結構汚れてんだよねレガリア。これが綺麗になるなら、うん、取ってこよっかな。ワックス、うん、ちょっとテロ行為しに行く前にちょっと、うん、ワックス取りに行こう。ずーっと荒野だな。荒野以外ないのかな。お、え、誰、なんか声が聞こえた。なんか聞こえたな。おいな、止めろイグニス。止めて止めて、メガネ止めて。辛そうな負傷者、負傷者を見つけて気分転換にはなるな。救助する。いや気分転換っていうか結構ピンチそうじゃなかった。え、どこどこどこ。え、どっから聞こえた。あれいる。え、ちょっとお前ら手分けして探して。ちょっとえ、ちょっと誰もいないんだけど。なんだった今の声。ちょっと幻聴かな。こいつらもこいつらも全然関係ない話しだしちゃってるし。現存しているものがどれだ。いないんだけど。どこだ。てかあれ以降一言も発せないんだけど。ちょっとおーいおーいみたいな言い続けてくれよ。何声潜めてんだよ。一声あげたきり。え、ちょ無理だわ。ごめん。また来るわ。この辺よし歩いてみんの。いや、ここでキャンプするんだよ。気分が上がるな。たまにすんげえ上機嫌になるな。ムナイタね。よし、とりあえずここで今日はキャンプしよう。あ、久しぶりにイグニスの料理食べたくないね。あ、てかここ前俺ら来たとこじゃないねえ。初めてあいつに会ったとこだよね。名前忘れたけど。デイブ、そう、デイブ。今日はここまでだな。ここでいいか。今日はここまでだな。よし、テント張るぞ。張り切るな。やっぱ張り切るな。もしかしてあのムービーまた見せられるのかな。テント張るとこまた見せられるのこれ。あ、カットだわ。
見れないとなるとちょっと悲しいものはあるよね。料理きた、料理きた、よし。メンチ寿司、ちょっとこれ大学生が夜食で作るやつ。いよいよ大学生の自炊感増してきたな。ゴージャスクイーンサンドだって。こんなんも作れるんだイグニスって。まあパンで挟んだだけだけどさ。天然トレバリーのグリル、魚料理だ。いやこれでしょう。メンチ寿司でしょう。この手抜き感満載のこれを思いついた。さすがイグニス、斬新なメニュー考案するよね、いつも。作ってくれんのかイグニス、その手で。なんか挟んである間に。これ何？間に挟んだの何？チーズ？おい、アドリブ聞いてる？イグニス。イグニス、料理アドリブたっけ。いいよね。こういうちょっとした気遣いがね。持ってる。ちょ、食えよ、食えよ、食えよ。ちょ、持ってるだけじゃなくて食えよ。おい、めっちゃ談笑してるけど。食べてあげて、ねえ。こいつはずっと持ってるけど。食えよ。な、食えよ。おい。いや、いいか。飲まないでいいから。飲まないでいいから食えよな。あ、絶対これ食うモーションないわ。分かってきた。食えよー。せっかく美味しそうなのに。なんなんだよ。いや、これめっちゃレベル上がるでしょ。もううわー、来た、レベル13。やったねー。スキルレベルアップ。やったねー。いいじゃねえか。自分の写真だからね。ほんと自分好きだな、こいつ。うまく撮れてるな。うまく撮れてるな、出た。イグニスの。完全に皮肉だろ。これあれだろ。2フラム食らった瞬間だろ、イグニス。プロンプトはなんか恨みがあるのか、イグニスに。怖っ。ないこれ、めっちゃ怖いんだけど。笑てるで、おい。ここか。ここっぽいな、ワックスがあるの。いやー、結構遠かったな。よくこんな場所にあるワックスの情報仕入れたな。お、シドニーが行ってトンネル？この辺か。また洞窟かな。探してみよう。また洞窟か。これじゃな。あ、あった。空力ワックス。古そうだな。よし、これをシドニーに届ければいいんだね。空力ワックス。お、なんかいる。聞いたことある？え、ゴブリン。ゴブリン出てきた。獲物発見。行くぞー。一旦目に出てきた。よし。なんかありそうじゃない？なんかあってくれ。なんかあってくれ。せっかく抜けたんだから何かあってくれ。イグニスの新しいメガネ落ちてろ。星型のメガネ落ちてほしい。イグニスの星型のメガネかけてほしい。それでノクティスのことガチ目で説教してほしい。あー、違う出口かな。なんかめっちゃ落ちてる。何これ。フンゴオンゴだけかな。食材か。おー、びっくりした。急に剣投げんのよな。ちょ、また声聞こえるんだけど。ちょ、何負傷者を見つけて救助する？え、これ、さっき俺が無視しちゃったやつ？どこだよ、どこだよ。え、どこ？ちょっと、見つけられないんだけど。どこにいんのかわかんねえわ。え？負傷しておじさん？いる？そんな。どこ負傷したおじさんどこよ。ごめん、俺おじさん見つけスキルがめっちゃ低いわ。おい、ドクト。え、何。あー、帝国軍か。もう帝国軍に救助してもらえよ。もう俺ら無理だわ。おーし、ワックス持ってきたよ。ワックス、なんかダンジョンの中、トンネルの中に落ちてたの。よくこんなんの噂を聞きつけたな。でかっ、結構でかいな。ウェイパーの缶ぐらいある。業務用状態良さそう。これを使うとね、車体の空気抵抗が減って燃費が良くなるんだよ。塗って塗って、すぐ塗って。そのまま信じないで。そういう噂までされてたものってこと。それだけ一人でめっちゃテンション上がってる。
劣化も少なくてさ。てかその底の部分じゃなくてその取っ手のとこ持てよちゃんと。30年前の障壁で出荷が制限されたから幻の品になっちゃったんだって。ずっと持ちながらルンルン。じいじも全然オートに行かなかったし。へーしか言ってないよ。私も数えるくらいしか見たことない。まあ俺も同じだけど。まあまずは塗ってみない。めっちゃ語るじゃんワックス一個で。あるかもしれないよ。塗ってくれ。試してみたくなったら言ってね。いや今塗ってよ、今塗ってよ、今塗れよ、すぐ塗れよ。ちょワックス塗って、ちょ向こう向いてないで塗って、塗ってください、塗って使わさい。すいません、あのワックス。あれ今日はのんびりしてるの。いや違う、ワックスを塗れ、ワックスを。おい、お疲れか。ちょっと別の話始まってる。ワックス、ワックス。いろいろあるけど